とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこの装備のセットを使ってみようと思います。まずは武器、この前入手した最高の怒りですね。アーティファクトシナジーのリフレッシュ痛み虚無です。これプラスで防具はこれでいきます。輝くローブ、雷フォーカスの帯電クールダウンポーションバリアですね。でもこれだと HP が痛みでガンガン減っていくんだよね。そこで弓をこれ、魂の棒、ちょっと前にもらったやつなんですけども、流れ込む魂のクールダウン編成プラスバーストボーストリングがついてます。これだったらば多分いけるんじゃない？ HP も減らずにね。アーティファクトは羽、ドラ、キノコでいつも通りです。では、行ってみましょう。それでは行きましょう。ちょっと不安要素は多いんだけども、いけるでしょうか。これ防具のね、こうクールダウンのところにヘルスシナジーが来てれば最高だったんだけどね。まあまあ来てないので仕方ないですね。行きましょう。で、あともう一つの不安点がこれね、矢が不足しそうなんだよな。ここがちょっと怖いところですね。矢がね、足りるかな。まあ早めにね来てくれれば OK。 これソウルもね集めながらいけてるので、それでちょっとはね増殖できるのよ。なので、そこで、おっしゃ、オッケーオッケー、いいよ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 。オッケー、じゃあ、ちょっと待ってね。ここの、出口ぐらいまで進んでいって、で、そこから、一度戻って、ちょっと待て待て。増殖しましょう。んー、なんだ、あ、道がこうなんか変だなと思ったら、ここか、上がるところは。オッケー、オッケー、オッケー。やっぱりね、あれだね。35% 軽減がないから、若干 HP の減りは激しいね。HP の減り方が激しいです。OK。いいかな。こんぐらいソウルがあればいいでしょう。ちょっと増殖していきます。多分キャプテンは、井戸の中、あそこにいると思うんで、行きましょう。さあ、今回は、全部いるんでしょうか。多分いる。ここは大体いるもんね。だから大丈夫とは思うけど、ちょっとね、ホースマンがあんま動くな。やっべ、結構痛い。ちょっと待て、あぶねー。とりあえず取らせて。何でしょうか。プレイヤーダメージが 20% 減少。まあ、20% ならまだマシかな。20% はマシな方でしょう。待って。おぉ。動かなくなるのはやめてください。で、次が、ん？あ、モブ速度が 70% ですね。あ、速度アップはまあ、そんなに問題ないですね。おっしゃ、OK。またキャプテンいた。ここはやっぱりいるな。ここはいるわ。よし。で、脅威。できればちょっと処理していきたい。やけどつきがね、きついんだ。オッケー。どっちだ？どっちいる？まずこっち側から行くか。あ、いるね。しゃ。オッケー。じゃあいい。で、また脅威。あと、脅威1と神秘が1か。あと2体ぐらいはこの奥にいるでしょう。いるいる。大丈夫。全部いるはず。はいはい、いた。ちょっと回転付きだね。回転付きがいます。はい。よし。で、脅威3。あ、やばいな。ちょっと待って。ここはちょっと、様子を見てから行きたいところ。あっぶね。
減る。大電ついてたっしょ。大電ついてたね。あー、こっちの奥か、いるのは。ちょっと待って。えぐいのついてるな。ちょっと様子見しながら行きたいところ。オッケー。見つからずに行けた。オッケー。行きましょう。まずは、なんて、お手玉状態になってる。やっば!やっべ、あぶね。あぶね。よし。え、今、溜まってるよね。オッケーオッケーオッケー。1億1500万。最後は、何でしょうか?あ、略奪者に変わるってやつね。あ、これなら大丈夫でしょう。では、この後いけるかな。厳しそうだけども、行ってみましょう。厳しそう、本当に。今日やたら止まる。これ、あぶねえ。なんか、何?大連か。あ、びっくりした。頑張りまーす。食器ならおしまい。あとは王の間にたどり着くだけですね。こっからが結構きつそう。で、これね、やってて分かったんだけど、これね、リフレッシュ系の装備と向いてない。合わない。確かにね、大連でね、ダメージはだいぶ与えれるのよ。でもね、与えすぎて敵を倒しすぎるんだよね。で、倒しすぎちゃってて、あのね、敵をそっちで倒してリフレッシュの発動率が悪いのよ。あんまり発動しなくなった。倒しすぎて、逆に。だから、ちょっとね、ピンチになることが多くって、このセットはね、おすすめできません。ちょっとね、これは使いにくいよ。やっぱりリフレッシュはね、敵を倒してガシガシ発動していきたいところだから、この大電で倒しちゃうとちょっとよろしくないね。これは確かにすごい攻撃的。ボス戦では良さそう。あ、やば。ここはやばい。やばいよね。やばいよね。わかってる。あぶね。ボス戦ではね、すごい強さを発揮すると思うんだけども、この道中がね、結構きついんだよな。いや、霊気やめろ。霊気がきつい。あぶねえ。あぶねえ。霊気きつ。よし。オッケー。で、王の間に来ましたね。倒しちゃいましょう。うん、まあここは大丈夫じゃない。いや、厳しい厳しい厳しい。待て待て待て、止まるな。止まるなって。今日やたら止まるな。うわ、まあまあ今回ね、敵の HP が増えてるわけじゃないので、そこまで難しくはないかな。いや、やっぱ難しいよ、確実に。この危ない危ない危ない、死ぬ死ぬ、危ねえ。ああ、雷は痛い。こっちの HP が 100% 増えてんの。増えてるんだけど、なんかワンパンで死んだりすんのよね。そんぐらいやっぱね、この雷の脅威っていうのはすごいよ。こんなに減るっていうぐらい減る。うん。で、やっぱあとは、あれだな。フレッシュの発動率が悪いんで、あぶね、ポーションバリアがガシガシ使っていけないっていうところがきつい。本当だったらここはね、もっとね、ポーションバリアガンガン発動していくはずなんだけど、そんなに発動しないんだよね。あ、やばいね、これは確実にやばいね。しゃ、あぶね。こういうちょっとね、ちょっとしたずるい技を使っていかないといけないんだ。あぶね。うわ、全然発動してない。死ぬ。ちょっと回避しながら戦わんといかんね。
よし、まあまあこの退避しながら戦うっていうもね、一つの作戦です。あぶね、死ぬ、あぶね死ぬほど痛い。よし、オッケー。え、まだまだか、こう意外と長いもんね。あー、よっしゃ、オッケー。あぶねー、ギリ発動。ちょっと待て、こっち倒して、うん、あとレースで終わり。でもまだでしょ。オッケー、倒した、クリア、よかった。はい、ということで今日はですね、これ覆われた怒り痛みと、輝くローブ帯電雷フォーカス、一緒に使ってみましたけども、ちょっと良くない。帯電で倒しすぎるので、リフレッシュがあまり発動しません。うん。これはおすすめできないセットでしたね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。